にちは、かさでーす。と、こじろうくんでーす。はい、ということで、今日はグンゼの超引き締めスーパー引き締めストッキングを紹介していきたいと思います。はい、ということで、今日紹介する商品はこちらです。ドゥルン、これなんですけど、なんか普通の引き締め着圧ストッキングってだいたい一番着圧が強いところでも10から20パスカルぐらいなんですけど、ヘクトパスカルか10から20ヘクトパスカルなんですけど、これもう足首のところに関しては28ヘクトパスカルというもうスーパー引き締めストッキングでございます。で、しかもお値段もね、結構いいお値段するんですよ。これ1足1800円プラス税っていう感じなんでね、なかなかね、結構グンゼオリジナルのトリプルアクション設計っていうんで、足首28、ふくらはぎ20、太もも11っていうね、スーパー着圧できっちりむくみを取っていこうという設計になっているわけなんですけども、こんだけね着圧が強いと相当履きづらいんじゃないかとか、引き締め感がすごくてちょっとつらいんじゃないかみたいなところもあると思うので、今日は実際に履いてみてそこら辺もデビューしてきたらいいなと思います。はい、じゃあ実際にこちらを開けていきたいと思います。これ1足かな、1足入りな気がする。1足で1800円ってなかなかだよね。こんな感じです。あ、すごい、もう生地がめっちゃザラッザラって感じ。音聞こえますか、これ、このなんかキュッキュッ感、もうね、ほぼゴム、もうこれはもうほぼゴムです。ゴムと言っても過言ではありません。もうここら辺とかもはやガードルレベル。この前ね紹介したそのライザップのみたいな感じでもうビョンって入ってて、でお尻のこのラインのところにね、この丸、こう丸くなってる感じがあります。なんでこうお尻をこう綺麗に見せてくれるのかなと。しかもなんかここの前の部分もこうなんか形取られていて、骨盤とかの引き締めもこうライズアップじゃないけどなんか同時にこうやってくれてるのかなっていう感じの仕様になっております。もうね、手入んないぐらい硬いです。もはやこれはだいぶ履くの大変だと思います。まあ履いていきたいと思います。これはやばいよ、やばいって、やばいよやばいよ、あーすごい。これはね、つま先から詰めてって書いてあるけどね、無理です。つま先から詰めて履くことはできません。待って、めっちゃ履きにくいやばい、これ、いやー、まあ待って、ここまで履くのでも結構一苦労というか、もう履けてないんだけど、やばいよやばいよこれ、母さんパニック、やばいよ、あなんだこの履きにくさ、これはもう一回履いたら脱げないぜ。うわすごい、これかかとまで履くのが一苦労、足袋履いてるみたい。もうここまで履くのが本当に大変でした。30分はかかりました。嘘です。すごい、これはもうこれは強制ベルトレベル。あ、でも見て見て、どう、いやここがすごいね。これはなんかサポーターみたいなでもやっぱ生地が厚いからめっちゃ
ほら見て、肌がめっちゃ補正されているというかベージュになってるのと、もうやっぱね、ここは確かにかかとの目印がないとね、もうどこまで上げていいかわからないですね。これは意外となんか詰めていかない方がいいのか、こう上から、あ、もうここ、ここなのよ、ここ、ここがやばいんですよ。すごいよ、すごいよ、いろんな意味ですごいよ、これこれはなんかもう病院で使えるレベル、病院レベルです、これは。はい、履いてみました。めっちゃ大変だった、履くの。これね、見て、ここ、このね、足首がね、もうね、きつすぎてね、脂肪が、これあれなんですよ、ストッキングが溜まってるわけじゃなくて、なんかもう脂肪がここに寄っちゃってるのすごいきつい。はい、足の裏はこんな感じです。このね、かかとと先がもうきっちりついてるんだけど、もうこれはかかとのこの目印がないとね、無理なレベルですね。もうどこまで履けばいいかがわからないっていうのと、もうやっぱりちょっとこのここのところがきつすぎてシワがすごい。だからなんかすごい着圧で細く見えるかっていうと、そんななんか細く見えるわけじゃなくて、なんかね、足的には結構不格好かなって正直カオさんは思いました。なんかもうね、ベージュもだいぶ濃いでしょ。本当にね、生地がね、硬いんですよ。なかなかすごいかなと思います。こんな感じ。はい、ということで、軍勢さんの超着圧ストッキング履いてみました。ね、これはね、なかなかあれですね、まあすごい着圧が、やっぱなんか手触り的なところで言うと、普段のこう軍勢さんみたいな感じの、まあ、柔らかい手触りではないかなっていう印象です。でも本当に着圧はすごいので、まあ、ジーパンとかなんかこうあんまりこう足を出す感じじゃない時とかに、まあ、下で着圧してくれるので、なんかむくみとかが取れていいんじゃないかなとは思いましたので、まあ、ぜひシチュエーションに合わせてこれも試してみてほしいなと思います。はい、ということで、まあ、今回の動画いいねと思ってくれた人は高評価、チャンネル登録、インスタのフォローもお願いします。カオさんでした。ぶちゃーん。